네, 먼저 멋진 공연을 보여주신 소울 마이스트로 강희정님과 우리 중찬단께 The best supporting actor The stage of Niju, Japan's top girl group. Please welcome them with a big applause. So is it? 이 봉투는 마코 양이 열어볼 것. 마코 화이팅! Best content 상은 아시아의 국가별 후보자 중 가장 큰 성과를 낸 작품이나 제작자에게 수여하는 상인데요. 발음 좋다! 제4회 아시아 콘텐츠 어워즈의 내미를 시칼 베스트 콘텐츠상 시상하겠습니다. 수상자 이상한 변호사 우영우 아시아 콘텐츠 어워즈와 부산 그리고 이상한 변호사 우영우를 너무나 많이 시청해주신 글로벌 시청자 여러분들에게도 감사드리고요. 저 또한 席 譲って くれるのとか 自分だ、なんて言うんだろう 普通にね 一番会えてないはずなのに しかもめちゃめちゃ熱いし応援の仕方。そうそうそう。人気すごかった後ろから。最初のマコリオとかも良かった。みんな本当いい人すぎて。わあすごい。これまだ混ぜないのかな。美味しそうじゃないですか。
はい、というわけで、プサン国際映画祭 ACA のね、感想がちょっと遅くなってすいませんなんですけど、ちょっとね、ゆっくり時間が取れたので、軽くね、ちょっとお話しようかなっていうふうに思うんですけど、まあ動画をね、見ていただいた感じで、まあ様子はね、伝わったかなっていうふうに思うんですが、まあとにかく私が伝えたいなって思ったのは、まあ韓国移住、本当に好きだなって、思いました。もちろんね、いつも日本の美人の方と触れ合っていろんな方にねお会いして、この前も稽古とかでもお会いしたし、もうすぐねドームとかでもお会いできる機会あるんですよ。で、いつも本当に素敵な方々にたくさん声をかけていただいたりとか、写真をね撮らせていただいたりとかしてるんですけど、今回はですね、もう本当に初めて私は韓国の美人の方にたくさんお会いして、そして日本の美人の方がね全然少ないっていう空間に、ね、行くのが初めてだったので、なんか自分の中でもどんな感じなんだろうなとか、たまにね、結構コメントとかはいただくんですけど、ちょっとわからないところも結構あったんですよ。だけどお会いして、結構韓国の WiZiU の方もお肉さんですかとか、すごい声をかけてくださって、もう本当にねめっちゃいい人なんですよ。でしかも韓国の WiZiU の方々が飲み物とかもね準備してくださったりとかして、もうびっくりして、みんな友達みたいな、みんな仲間みたいな感じが本当に強くって、でやっぱり会場もね声を出せますし、別に会場のね席も別に絶対にあそこに座るっていうわけではなくって、別に違うところに座っても良かったわけですよ。だけど WiZiU はみんなで固まって一緒に応援することによって、やっぱりそのねメンバーたちもここにいるよっていうのがわかるし、それによってやっぱ安心とかも結構したんじゃないかなって思うんですよ。だからこそすごく素敵だったし、席も本当に私たち日本の WiZiU のために、まあ日本から来た WiZiU は2人だったかな、で現地にいて、あの韓国に留学してる WiZiU が2人、日本人の方いて、であとはチェキとかには応募してないんですけど、でも2人 WiZiU が来てたかな、それの方たちは多分日本から来た方だったと思うんですけど、みんなね一列目にしてくださって、見ていいよみたいな感じで、もう韓国の WiZiU の方の方が WiZiU に会うことが少ないわけなのに、そうやってその日本から来た WiZiU の方にみたいな感じでやってくださったりとか、ああいうマコ、リオ、マヤ、リクって、あれは声を出せるからですけど、そういうのを企画してくださったりとか、なんか私たちやっぱ日本の WiZiU ってまず会場もわかんないし、韓国語もねそのちゃんとできないし、やっぱりあたふたしちゃって、なんかどっちかというとこのイベントに参加することで精一杯っていう感じだったんですね。だけど本当に韓国の移住の方々はもうみんな優しくって、もう本当みんな優しいんだよ。もう優しすぎて、もうなんかね会場でもだし、もうなんか帰り道も本当に素敵な人ばっかだなと思って、もうさらにねやっぱり WiZiU って世界に羽ばたいていくアイドルなんだなっていうのは思いました。日本でももちろんたくさん愛されてるし素晴らしいなっていうふうに思うんですけど、やっぱりいろんなところで活動するのを私も応援したいなっていうふうに思ったし、ついていきたいなっていうふうに改めて思った。こんなにね世界でも WiZiU のことを好きな人がいて、みんな絶対そんなプサンの方々なんて多くなかったと思うんですけど、プサンまで来てくださって WiZiU のために応援するっていうね、その気持ちが本当に私の中でも嬉しかったので、ちょっといろんな姿をねやっぱ韓国はもちろん世界でね見れたらいいなっていうふうに本当に思いました。そして WiZiU のメンバーたち本当にもう本当に素敵すぎて、まあ、ちょっとねいろいろトラブルもなくはなかったんですが、ただもうあそこのステージに WiZiU が呼ばれて、 WiZiU が堂々とパフォーマンスをしてくれるっていうのがもう本当に素晴らしかった。本当に素敵で、 WiZiU がこんなに素敵だからファンの皆さんもこんなに素敵なんだなっていうのが改めて分かったような、そんな時間だったんじゃないかなっていうふうに思って、とにかくねもう本当に幸せな空間で、もう本当正直帰りとかもうヘッドヘトで、私かなり早く出発して帰りもほぼ終電ぐらいだったのかな、でソウルに着いたのが12時過ぎだったんですよ。でそこからソウルで花火大会があって、もうタクシーもすっごい並んで、タクシーももうね何百人レベルで並んでて、帰るの本当に大変だったし、現地でもね寒くってコートを買ってみたいな感じで結構あたふたしてたんですけど、もうこれがこんなに楽しくこんなに素敵な旅になったのはもう間違いなくWiZiU と WiZiU のおかげだなっていう、本当にそんな空間だったので、ちょっとこれからもねやっぱ現地に私は行くのが好きだなって思ったし、まあ、もちろん CD とか買うのも好きだし、テレビ番組見るのも好きだし、まあ、WiZiU のコンテンツだったら何でも嬉しいんですけど、でもやっぱり、まあ、現地に行って応援するのが好きなんだなっていう風に思ったし、特に自分のねもともと大好きだった韓国で WiZiU が活躍してくれるなんてことは本当にねすごく嬉しいことだなっていう風に思いますので、これからドームもありますし、もう生で WiZiU を応援できる時にたくさん応援したいなっていう気持ちがね、この前の稽古も含めてさらに思いました。やっぱり合同コンってやっぱ WiZiU を見れる時間って長くはないけど、その分新しいものが見れたりとか、 WiZiU が外にねどんどん向いていく、そのたくさんのファンをつけようとか、やっぱそう
ういうまた違ったそのファンだけがいる空間とは違った NiziU が見れるっていうのも素晴らしい機会だったなっていうふうに私は思ったので、どん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 こういう合同コンに出る時とかはできるだけね応援する機会もたくさんあればいいなっていうふうに思いますので、これからも もちろんですけどたくさんね NiziU のことを応援していきますのでよろしくお願いしますということで、ちょっとね遅くなってはしまったんですけど、皆さんねその現地の様子とか見られない方も多かったんじゃないかなと思いますので、感想をよかったらねコメントとかで聞かせていただけたら嬉しいなと思いますのでよろしくお願いします。そんな感じでこれからも NiziU についてもちろんですけどたくさん動画をねアップしていきますのでよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。